ツーショットですね。いや、初めてぐらいですよ。初めてです。富山さんとこう2人でね、画面に出るの初めてか、はい、そっか。いや、もはやもう看板番組のメインなんていうのメインウォーカー絶対いじってるじゃないですか。じゃあ、今日の企画発表しますね。はい、今日の企画は、アナウンサーを目指す学生の質問に答えてみたです。めちゃくちゃ大事じゃないですか。届いてるんですね、質問が。そうなんです。 UX でもね、アナウンサーを目指すと学生に向けたこうインターンシップもしてるんですけども、はい、そこでこういろいろ質問も受けていまして、今日はこの質問に答えていただくという企画でございます。一つ参考になるとね、去年そうだよね、まだまだぽよぽよが男性アナウンサー代表が岡さんで、はい、女性アナウンサー代表が宮間で、まあ、新人アナウンサーとして学生に一番近い年齢も含めていろいろお話を伺えるテーマだと思っています。じゃあどんどん質問していきますね。はい、答えていきましょう。一つ目です。岡さん、はい、普段の仕事でのやりがいについて教えてください。おお、やりがいですか。やっぱりこう情報の最先端にいるっていうことですよね。僕らがこう伝えることによってとか、逆に僕らが伝えないと皆さんが生活において何かを不自由に感じてしまうことがある可能性があることですよね。それをこう我々で情報収集をして、本当に皆さんが知りたい情報をピンポイントに伝えるっていう、そのある意味こう社会が動く場面にいるっていうのはすごくやれるんだなっていうふうに思います。何も言葉が出てこない。もちろんあのプラス責任感とかね、使命感みたいなものもありますけど、そこがやりがいかなと思います、ね。じゃあ続いて富山アナウンサーです。はい。アナウンサーになって良かったことは？ああ、これはたくさんあります。半年のペーペーが何を言ってるんだと思われるかもしれないんです。美味しいものたくさん食べられる。なんで言うんですか。それも一個正解です。本当に入社してから旅して町内でいろんな町にお邪魔して、新潟の美味しいものもたくさんいただきましたし、行った場所行った場所で本当にあったかい出会いがたくさんあるんです。なんかちょっとこう落ち込んでたりとか、思ってても出会った方がいつも見てるよって言ってくれたり、なんかこの大食いのシーンが私好きよってこの間言ってくれて、伝わってたら嬉しいな、見てくれてるんだなっていうのをすごく肌で感じる場面が多いっていうのは、仕事をして幸せだなと思った瞬間ですね。嬉しいよね。嬉しいです。変かもしれないんですけど、テレビを通して伝わってるんだ、つながってるんだっていうのを実感するという、意見を逆に直接言ってもらえるのは幸せだなと思います。いろいろ経験してきたんでね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。岡さん、はい、地方局のアナウンサーだからこその強みは？強み、なんでしょうね。東京とか関局のアナウンサーじゃない良さみたいなところかな。そうですね。はい。すごくですね、自分がやりたいことができる。お、これは本当に地方局のアナウンサーの強みだと思っていて、やっぱりテレビに出て喋るだけじゃなくて、自分が取材したい人とか取材に行きたい場所、もっと言えばこう食べたいものとかがあった時に、それを自分で企画をして取材をして放送で自分が喋るっていうところまで全部できる、それは地方局のアナウンサーならではの大きな魅力かなと思います。筋肉も結構運動強いですよね。富山アナウンサー、もしかしたらさっきと何か被るかな。地元のアナウンサーになれたと思えた瞬間はどうなんでしょうか。違うこと言ってくれると思います。一つはさっきとやっぱちょっと被るんですけど、見てるようだったり、あの時のあのシーンすごく好きだったよって言ってもらえた時に、地元の方のためにこう、こんなお店もありました、こんな美味しいものもありましたって紹介しようっていう気持ちでやってるので、届いてよかったなっていうのは感じました。もう一つはニュースを読んでいたり、やっぱり地元の情報をたくさん扱うじゃないですか。全国の方向けよりも新潟の人に届けっていう気持ちで読もうっていうふうに取り組んでるので、なんか新潟…なんでしたっけ。迷ってんだろうな。地元のアナウンサーになれたと思えた瞬間。地元のアナウンサーになれたと思った瞬間か。新潟のになってきたんだよね、きっとね。そうですね、幅広くっていうよりも、もう新潟の方のために何かしたいっていう気持ちになってきたかなっていう、精神的にはそんな感じ。
栃木県民の方も見てるかもしれない。栃木大事。続いて岡さんです。アナウンサーが記者兼務をする、取材して原稿を書くっていうのはどれくらい長くアナウンサーはするんでしょうか。毎日です。特に岡さん。そうですね、あの報道のキャスターやらせてもらってるんですけど、やはりこう報道部の中では一記者でもあるので、毎日の出来事をやっぱり原稿にするっていうのは日々の仕事ですね。忙しい中でいろんな仕事をこなしてる姿を見るんですけど、どこから来るのかなっていうのが分かりたいというか、なんだろうね、どっかでやっぱりこう使命感があるのかな。本当に目まぐるしい仕事をされてるなって。すいません、私が質問しちゃってる。やっぱ波はあるけどね、やっぱり。いや、完璧ではないですよ、本当に。失敗もしてます。スーパーマンだね。あっ！本当に。全然。すぐにスーパーマン。やめてください。富山さん、はい、新潟で働きたいと思った一番の決め手、どうだったでしょうか。はい、決め手、すごく遡ると、小学校の時に新潟県の高岡市に3年間ぐらい住んでたのがあって、その時、子供ながらにすっごいあったかい街だなって、この面接官に感謝だね。本当ですよ。富山アナウンサーを取ってくれて。ではちょっと柔らかい質問です。お母さん、はい、ウィンタースポーツ、まあ、スポーツに興味がある人なんでしょうね、うん、ウィンタースポーツはどれくらい取材できますか。おお、まさに今のね、北京オリンピック中なんで、めちゃめちゃしてます、ウィンタースポーツの取材。まあ、僕の全ての仕事の中で8割9割近くウィンタースポーツのことを今考えてます。もちろんスキー場に行ったりとか、選手もね、もちろんそうですし、自分が体験することだってできるし、新潟はやっぱりその雪、ウィンタースポーツの土壌がすごくあるので、特にこの冬期間はすごく取材できます。ちなみにそのウィンター雪関連でもう一つ、冬どれくらい雪降るのなんていう質問もありますか。私が生まれた小千谷市というところは1メーター50から2メートルぐらいは積もるのかな、まあ雪国ですけど、この UX がある新潟市はそこまで多く雪は降らないです、特にこの沿岸部は。ただまあ年に1回か2回は30センチとか40センチとか降る時もあるので、その時は大変だよね。ちょっと冬の宣伝を受け始めてるところ。初新潟の冬だもんね。そうなんです、あの新潟市という意味では、はい、県外出身アナウンサーって UX はどれくらいですかっていう質問も来てます。 UX は多いですよね。この前ね、すごい田舎臭い長靴を僕が履いてて、めちゃくちゃ笑われたんですよ。本当にどこから雪が飛んできても絶対に守ってくれそうな長靴。田んぼに入るみたいな。